紅白、橋本環奈、郷ひろみとデュエット披露貴重な歌声に、さすが元アイドル、の声。大晦日恒例の、第73回 NHK 紅白歌合戦、が31日、東京、渋谷の NHK ホールで行われ、白組として里藤ヒが35回目の出演。司会を務める橋本環奈とのデュエットを披露した。郷ひろみは、ゴーゴー。 50周年 SP メドレーを披露。その中で、リンゴ殺人事件を歌う里の横で、橋本が熱唱した。この姿に視聴者からは、橋本環奈美女爆発、歌うんかい、さすが元アイドル、安定感が半端ない、などの驚きの声が上がった。橋本は2017年までアイドルグループ、レブドットフロム d v l のメンバーとして活動していた。 赤組司会の女優、橋本環奈は真っ赤なドレスでオープニングを飾った。髪はストレート、シンプルな出で立ちながら、肩と背中はしっかりと露出。後ろ姿ではロングドレスに見えるが、前から見ると膝上のミニスカになっていた。白組司会の俳優、大泉洋に、どうですか、と水を向けられると、楽しみですね、と笑顔。大泉は、緊張はしてないんだよね、としっかり突っ込み、 早速コンビネーションを発揮していた。仕切りが開くと後ろはステージ、堂々とセンターから登場し、大泉さん、演奏は東京スカパラダイスオーケストラの皆さんです、と段取りも忘れなかった。